こんにちは、ヨッコです。今日は編み物学校に通うかどうかっていうお話をしたいと思います。なぜこのお話なのかというと、私は去年の10月から編み物学校に半年コースに通っています。で、今4ヶ月、10、11、12、1、約4ヶ月が過ぎようとしているんですけど、ここで思ったことを良い点と悪い点で、悪い点はその対策についてお話をしたいと思います。まずどうして編み物学校に通おうと思ったかというと、私はもともと編み物が自分はできないと思い込んでいて、もう諦めてずっと編み物やってみたいけどっていう思いはあったんですけど、ずっとやってこなかったんですね。で、その代わり他のクラフト、洋裁とか、あとはデコパッチとか、とにかく物を作るっていうことは大好きで、他のクラフトについてはずっと、気が向くとやってできたという感じだったんですね。で、いつだったかな、2013年ぐらいですか、今からなので7年ぐらい前なんですけど、編み物をやりたくて、で、何の気なしにこう検索してパソコンで、ウェブサイトを見ていたんですけど、その時に、YouTube で教えている人がいて、そこで見ながら編み物をしたのがきっかけで、どんどんハマっていって、もう年がら年中編み物をしているということが続きました。なんですけど、編み物をしているうちに、やっぱりなんかこうしっくりは来ないような、なんていうのかな、わからない部分がちょこちょこ出てきて、ただそこわからなくてもなんとかごまかして編んでいける感じだったんですね。で、ずっとそんな風に続けて、編み物をしてきたんですけど、だんだんそういうことを続けてきたら、もうちゃんと理解して分かれば、もっと綺麗にちゃんと作れるんじゃないかとか、あとはその構造的なことがきちんと分かっていれば、もっと理解が進んで、自分で、まあ、デザインをしたりもできるんじゃないかなと思って、その構造とか、その編み物に関して理解を進めるという意味で、一度ちゃんと習ってみようということで、編み物学校に通うことにしました。で、ですね、まず、その4ヶ月弱経って、まず良い点ですね。良い点は、1、2、3、4、5、5個取り上げたんですけど、まず一つ目、周りの人のレベルがわかるので、モチベーションが上がる。あとは、細かなことでも質問ができるということですね。で、これ、本当に、毎回行くたんびに、その人が、周りの人が作ったものを目の前で見て、結構刺激を受けるんですね。本当、皆さん上手で、本当、これは負けてはいられないっていう気持ちになるんですね。で、本当、それでモチベーションが上がるし、あとは、例えば、鍵針編みで作っていて、こう、どうしても一目合わないとか、なんかちょっと細かい部分がわからなくて進めないっていう時でも、そういった細かいことを一人でやってると聞けないようなことを先生とか周りの人にも質問できるという環境がとても良いと思いました。で、まず、その二つ目は、豆知識を得ることができるということ。で、皆さん、その、編み物してるんですけど、編み物しているときにボソボソっと、こうだったらいいのにとか、これってこうやると便利なんだよねとか、なんか、ボソボソっと話をしながらしたり、あとは先生も教えてくれるんですけど、その間にボソっと、こう、これこうやると便利なんだよとか、ちょっとしたことを、こう、言うんですね。そうすると、そうなんだって私なんか結構知らないことが多いので、そういうところから、結構知識を得たりします。で、ちなみにですけど、この動画で、糸の巻き方、中から使える糸の巻き方も、実は先生が、ぼそっと教えてくれたことだったんですね。で、結構、私にとっては目から鱗で、ああいった、ほんと、小さなことでも、逃さずに、こう自分のものにしていこうっていう気持ちで取り組むことができます。で、三つ目。で、自分でやっていると、やらないようなことも、強制的に期限を設けて、やることになるので、自然に上達するということです。これ本当に、自分一人でやっていると、しかも学校、例えば通信とかではなくて、自分でただ単に本や動画を見ながら、やっている場合では、まあ、強制的にやる必要もないので、空いた時間にやりたい時だけ、だらだらと、こう無心になって、瞑想しているように、ただ単に、こう、編み物を黙々としている。っていうことが多かったんですけど、私の場合。
学校行くとなるとその課題もありますし、その強制的にその期限を設けて、必死にやらないと、しかも正確に綺麗にやろうとするので、自然に知識もそのついてきて、あとはやはり上達もしてきます。本当にこれは学校ならではのいいことかなって思いました。で、次4つ目、課題の提出を真面目にすることによって上達する便利な道具などを知ることができるということで、これはこの前のその強制的に期限を設けてやることになるということにつながっているんですけど、本当に提出物が半年のうちに10個ぐらいあって、そのうちに編み地とか作品とか分かれてるんですけど、提出物を提出して、しかもそのポイントをきちんと守って正確に綺麗に編むっていうことをクリアしないと、このコースの認定がもらえないということで、これは結構必死にやっています。で、私は結構遅れを取っていたんですけど、このお正月休みにすごい編んで取り戻しました。で、あとは便利な道具などを知ることができるっていうことなんですけど、まだまだ一人でずっとやってきたので、道具も知らないものがあるんですね。例えばそのゲージを測って、その自分に合った、サイズのお洋服を作るとかっていう時に使う、なんか定規のようなものとか、初めて見たものがあって、ちょっとびっくりしました。で、あとは、アイロンもちゃんとかけたことがなかったので、その仕上げ針っていう待ち針のような針を使って、編み地をアイロン台に止めていってっていう、そういったことも初めて今回知りました。で、あと最後5個目、編み物好きの仲間が増えるということです。で、結構本当にみんな編み物大好きで、私のようにやっぱり一人でずっと黙々とその動画とか本を見ながら編み物をしてきたけれど、いつかどこかでちゃんとしたことを習いたいっていう人が結構多かったです。で、なのでみんな同じような人が集まっているので、すごく居心地が良くて、こう編み物に真剣に取り組むことができます。そういったちゃんといい環境を作ってくれるという意味で、本当に編み物好きの仲間が増えるというか、まあそういった環境に自分を置くことができるので、とても良い環境だと思いました。まあ仲間が増えるっていろんな意味でが取れるんですけど、まあ、私はまあ友達はそんなに多い方ではなくて、まあ結構苦手なんですね。いろんな人に合わせないといけないとか、結構一人で行動するのが好きなので、やたらとこう友達を作るっていうのはあまり好きではなくて苦手なんですね。なので結構こう共通の趣味の人が集まって、そこだけの付き合いっていうのは結構居心地がいいって感じました。はい。で、以上が5つ良い点、主な良い点で私が感じたことです。で、次に悪い点は 1,2,3,4 つあるんですけど、まず5つあるんですけど、まあ、通学を前提にしています。通信はまた別なんですけど、この5つは通学を前提にしています。で、まず1つ目、移動時間や交通費がかかるということ。私は、都内の学校に通っているんですけど、まあ、本当だったら自分の働いている定期の範囲で行けるところにも実はあるんですけど、どうしてもなんとなく休みの日は会社の近くに寄りたくないって思ってしまって、で、都内に通っています。で、まあ電車の中でも編み物をしたりするので、まあ、少し、遠いと言っても、でもまあ30分ぐらいで着いてしまうので、まあ、編み物していたらあっという間に着いてしまいます。で、あとはやっぱり定期の範囲ではないので、交通費が別途かかるということです。まあそんなに大金ではないので、片道400円ぐらいなので、まあいいんですけど、まあ一応これは悪いというか不利な点であります。で、二つ目。週末が丸一日取られてしまうということ。私は仕事を普通にフルタイムでしているので、週末のコース、日曜日、月に2回日曜日通っています。で、かぎ針と棒針両方、取っているので、午前から午後まで丸一日今は通っています。そうすると結構土日のうち土曜日しか休み、自由になる時間がなくて、結構忙しくなったりして、
ここ10月ぐらいから結構バタ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 土日が時間取れないので平日に動き回ったりしてました。で、あとは、まあ、金曜日はほとんど、午後お休みして、土曜日に、今まで土曜日にやっていたことを、例えば孫に会いに行くとか、それを、金曜日の午後にしたりしています。で、だいたい平日少し多く働いて、金曜日の午後その分お休みを取るということで、まあ、有給あまり使わなくても、そういうふうに、私の働いている会社はできるので、まあ、平日少し、まあ、オーバータイムした分を金曜日の午後に当てて、金曜日はほとんど午前中で、お昼で帰って、午後は孫に会いに行き、娘たちとご飯を食べるということをしています。で、三つ目。悪い点三つ目。教室では他の人もいるため、レクチャーに時間がかかるということ。まあ、一人でやっていれば、本当に自由に、例えば動画だったら自由に、お茶飲みたいときは飲んで、あとは、その動画、よくわからなかったら何回も、戻して、何回も同じところを見ることができるとか、まあ、質問はできないんですけど、一人でやってると、まあ、自分のペースで、どんどんやろうと思えば、動画を早送りしたりっていうこともできるんですけど、教室で直接習っていると、やっぱり、何人か、まあ、多いと言っても、20人ぐらいかな。多いクラスだと20人ぐらいで一緒に受けるんですけど、やっぱり、質問したくても他の人が質問しているときは待っていないといけないとか、結構そういうタイミングが合わないことが多くて、あとは、まあ、動画に慣れてしまっているので、例えば動画だと、その、手元だけを映したのを、YouTube にアップして、それを見て、できますよね。なんですけど、なんか私の行ってる学校はそういう機器を、IT を使わずに、ちょっと前に見に来てっていう感じで、前に行って先生がやってるのをこう見て、っていうことが、をやっているんですね。なので、もしも、自分がもう編んで、編みながら先生のやっているのを見てっていうことができないんですね。前に見に行って帰ってきて編んでっていう風に。なので、動画に慣れてしまってると、結局その、自分も編んで動画で教えてもらってっていうのは同時にできますので、結構そこのギャップが辛い、今でも結構手元映してみんな席で、モニターかなんかに映して、みんなが席で自分も編みながらそれを参考にできるっていう風になんでやらないんだろうって思うんですけど、結構大変なのかよくわからないんですけど、やってないんですね。で、そういう、まあ、動画と実際対面でやる授業とのそのギャップが結構大きいなって思いました。ちょっとなかなか慣れないですね。はい。で、4つ目は、今のと少し関係するんですけど、自分のペースでは進められないということ。まあ、学校に行っている間は、まあ、先生とか、まあ、授業のペースに合わせて やらないとできないので、まあ、ただ、授業が遅すぎるっていうことはなくて、むしろ授業が早すぎてついていけないっていうことが多くて、今日はこの編み方をやりますって言って、で、どんどん進んでしまって全然追いついていけないとか、編み方全然わからなかったから家に帰ってじっくりテキスト見てやろうとか、そういうことが結構あります。まあ、早い分にはいいのかなって思うので、まあ、自分のペースでは進められないということも、遅くなるわけではなく、早く、こう、自分がついていけない方なので、まあまあいいかなって思ってます。で、最後、5つ目は、仕事を持っている人にはスケジュール的に結構きつい課題に追われるなど、ということなんですけど、これも先ほどちょっとお話ししたんですけど、やっぱり、またパートタイムとか、全然お仕事してない人とか、結構時間のある人は、いいかなって、まあ仕事をしている身からするとそう思うんですね。まあそれなりに皆さん忙しくて仕事してなくても、まあパートタイムでも、それなりに やることがあってお忙しいと思うんですけど、やっぱり8時間毎日平日拘束されて、もう最低でも8時間ですよね。正社員だと8時間とか、まあ7時間半の会社もあると思うんですけど、そういうふうに、フルタイムで仕事を持っている人にとっては、ほんときつくて、どっかで崩れると、ついていけなくなったり、どっかで、自分の生活のペースを崩してしまうと、課題が何週間か遅れてしまったりっていうことが起こるんですね。で、私も本当に金曜日の午後取って、土曜日休んで、日曜日学校とかっていうのが、ちゃんと進んでくれればいいんですけど、
1月ってすごく、私は経理のお仕事をしてるんですけど、外資系のファイナンス部門で働いていて、で、なぜか1月はすごく忙しいんですね。特に決算ではないんですけど、やっぱり第3、Q3、第3、四半期が終わった後で、あとは、まあ、決算を迎える最後のクォーターっていうことで、まあ、いろんな報告があったりっていうこと、あとは予算ですね。次の年度の、予算編成があるので、もう、1月はずっと、まあ、10時とかでした。まあ、でも、他の月が結構緩いので、我慢して、1月は、まあ、10時とか残業多くやってきました。ただ、もう本当に、10時までとか仕事をしていると、なんだろう、夜のご飯なんてもう本当に買ってきて食べるような、あとはまあ外食したりとか、結構そこで、割とお腹弱いので、体調悪くなったりっていうことがあって、そうすると、そのペースがどんどん崩れてきて、で、課題ができないとか、もう本当に学校の日であっても全然何もやってない状態で行ったりっていうことになってしまうんですね。あと家に帰ってきても、お掃除してない、洗濯してないみたいな状態で、しかも、まあ平日ではないのに、週末なのに5時間しか寝てないとか、そういうことが続くと結構きつくて、っていう感じです。なので、まあお仕事持っている方、まあきついですけど、今は半年で終わるならって思ってやっています。で、今回、3月で入門クラスが終わって、で、4月から講師認定コースっていうのに半年間入るんですけど、どうしようかなと思って、今、棒と鍵と両方取っていて、両方2つ、仕事をしながら両方進めるっていうのは、今度、まあ、初級と違って課題も結構ヘビーになってくると思うので、どっちか1つだけにするか、2つ、無理して2つ取って、もう6ヶ月で、そうすれば6ヶ月で、講師まで終わるわけなので、ここで突っ走るかってちょっと今悩んでます。で、多分そう2つ取った場合には、今度お盆休み1週間がもうずーっと編み物してる状態かなって思います。だって今回はお正月休みがずっとそうだったので、今度はお盆休みがそうなるのかなって思います。はい。で、こんな感じで良い点も悪い点もあるんですけど、まあそれは個人で、何がいいのか、何が好きなのか、どうしたいのかっていう価値観で決まるのかなって思います。で、私はもうさっさとどんどん取ってしまいたいので、今、とりあえず3月までは必死で頑張ります。頑張ろうと思ってます。で、あと、今日ちょうど早くこの動画をアップしなきゃって思ったのは、そろそろっていうかもう1月に、新年度の次の、生徒の募集が多分、どの学校も始まるんですね。まあ、個人でやってる編み物教室みたいな、そういうところは別だと思うんですけど、まあ、大手の、その学校、クラフト関係の学校とか、どんな学校でもそうなんですけど、まあ、1月から、4月から始まるコースの募集を、もう1月から、始めてるところが多いのかなって思いました。それ、なので、ちょうどいい機会で、いい機会かなと思ったので、今日はこんな、良い点、悪い点をお伝えして、ぜひ、もし編み物とか、まあ編み物でも何でもそうなんですけど、一度習ってみようかなって迷っている方は参考にしていただければと思います。では、今日は、編み物学校に通っていて、思った、4ヶ月弱過ぎて思った感想を良い点、悪い点に分けてお伝えしました。ぜひ、参考にしてください。編み物学校じゃなくても、例えば、時間がないとか、通学の時間とか、費用がかかるとか、週末が一日潰れてしまうとか、まあ、そういうことはいろんな学校に共通しているので、まあ、参考にしてください。はい。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。少し長くなりましたが、これで終わりにします。それでは、さようなら。バイバイ。